首から後頭部の痛みを消す30秒ストレッチの方法をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、首から後頭部の痛みを消す30秒ストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。ある場所を30秒伸ばすだけで首から後頭部の痛みが消える、ちょっと不思議なストレッチの方法をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひお試しください。はい、早速ですね、ストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。はい、まずはですね、あなたの首から後頭部の状態がどのような状態なのか現状把握をしていただければと思います。まずは頭を下に下げていただいて、下げた状態で首を左右に倒してみてください。そうすると首から後頭部のですね、突っ張り感、痛みの具合がわかるかと思いますので、このビフォーの状態をですね、しっかり確認しておいてください。そしてストレッチの方法なんですけども、はい、まず結論を言うとですね、首から後頭部の痛みを消すためには膝の裏のですね、筋肉のストレッチを行っていきます。膝の裏っていう風にですね、思われるかもしれないんですけども、騙されたと思ってやってみてください。まずは右足から行っていきますので、このようにベッドだったり台の後ろにですね、立っていただくように準備してください。はい、この状態でまずは右足を出していただいて、ポイントは膝をしっかり伸ばすこと、そしてつま先をぐっと上に上げることですね。はい、この状態でですね、頭を下げるのではなく、頭を上げた状態で体を前に倒していきます。この時に膝が曲がらないようにですね、膝をしっかり伸ばしてつま先を上に上げるようにすると、ふくらはぎ、特に上の部分が伸びるかと思うんですね。この状態で10秒間ですね、ストレッチ行っていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、そして次ですね、このままつま先をちょっと外に向けます。そうするとさらに膝の裏伸びていくと思うんですよ。はい、この状態で10秒間ストレッチを行っていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、続きましてラストです。ラストはですね、つま先を外に向けたまま、さらに次はですね、この大腿部、膝の上の大腿部を内にグッとねじるようにしてください。大腿部を内にねじって、つま先は内に向かないように外にグーッとねじるようにすると、そしてさらに膝をグッと伸ばすようにすると、膝の裏さらに伸びていく感じ、わかりますかね。この状態で10秒間ストレッチしていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ゆっくり足を戻します。はい、この状態で先ほどの動き、もう一回やってみましょうか。頭を下に下げて、首を左右に倒してみてください。そうするとどうですか、右の首から後頭部すっきりしてる感じありますよね。これがですね、首から後頭部の痛みを消す30秒ストレッチの方法になります。はい、続きまして左側も同様に行っていきたいと思います。左足を台の上に乗せていただいて、膝をしっかり伸ばします。伸ばした状態でつま先をグッと上に上げます。はい、つま先をグッと上に上げた状態で、頭を下げるのではなく、頭を上げながら体を前に倒します。そうするとふくらはぎの上の部分が伸びていくと思いますから、この時に膝が曲がらないように、膝をしっかり伸びるように、膝の上ですね、大腿部をグッと押しながら、つま先を上に上げながら10秒間ストレッチしていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、続きまして、このまま膝を伸ばしたまま、つま先を上に上げたまま、つま先を外にねじるようにですね、ぐーっとねじった状態で膝の裏伸ばしていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、続きましてラストはですね、つま先を外に向けたまま、この大腿部をぐーっと内側にねじっていきます。そしてさらに膝の裏をぐーっと伸ばすようにですね、はい、10秒間ストレッチしていきます。ではいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ゆっくり戻します。そしてここでですね、首の動きチェックしてみましょうか。
頭を下に下げて首を左右に倒す動き、はい、左側もすっきりしてる感じありますでしょうか。はい、これがですね、首から後頭部の痛みを消す30秒ストレッチになります。はい、ということで今回は首から後頭部の痛みを消す30秒ストレッチの方法をお伝えさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。首から後頭部の痛みなのに膝の裏を伸ばすだけで首の痛み解消されましたよね。はい、このように膝の裏が硬くなるとですね、首から後頭部の痛みっていうのが出てきてしまいますので、座った時間が長い方、膝が曲がった状態が長い方、特にデスクワークの方ですね、今回のストレッチですね、お仕事の合間にですね、まあ、左右行ったとしても1分で終わる方法なので、ぜひご活用いただいて、あなたのお悩み解消にですね、活かしていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。